はい、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は機械戦隊ゼンカイジャー、全開合体デラックス全開をジュラガンをセットいきたいと思います。はい、2体のロボが合体してこれになるんですけども、ほんと左右非対称のこの合体。すごいぶっ飛んだデザインですね。で、これ見ると、まあ大獣人モチーフで、こちらがガオキングモチーフですよね。で、まあ5人というか4体プラス1人か。うん、ガオキングモチーフ、大獣人モチーフ、マジキングモチーフの大冒険。で、それぞれ数字が書いてあるんですよね。まあ25の16の、まあ、29、30、まあ、それぞれの節目。マジキングはなんで出てんのかなこれなんかの節目じゃなかった気がするんだけどね。すいません、なんか補足あったらコメント欄でお願いいたします。というわけでね、横ガオンライオンで、ジュランティラノで、反対側、はい、まあ、ガオンとジュランで、全開王ジュラガオンで、今回は、まあ、この全開ガオンからの、まあ、このモードに変形、全開ジュランからのこのモード、これ何モードっていうんだろうね、これで。こっから2体合体で全開王ジュラガオンに、まあ、音声も鳴るということで、うん、いろいろ楽しみです。いや、これね、左右非対称って、まあ、戦隊ロボはね、いろいろあるんだけど、ここまでね、1号ロボで左右非対称って珍しい気がする。でね、一緒に入ってるポスターがこれまた熱いです。はい、全開王ジュラガオンとポピーからの玩具の写真が出てますよね。まあ、バリドリーン、スカイエース、バトルフィーバーロボ、大電人、サンバルカンロボでね、まあここら辺はね、玩具の動画アップしてますので、気になる方はチェックをお願いします。で、反対側、はい、で、こちらが全開王ブルマジーン、まあ、今後発売するやつなんですけども、まあ、サンバルカンロボで半分、はい、開くとゴーグルロボ、ダイナロボ、バイオロボ、チェンジロボとも、ね、劇中のスーツではなくて玩具の写真っていうのがね、すげえこれはね、嬉しいです。そして、反対。はい。まあ、下半分なんですけど、ちょっとね、まあ、並べましょうか。もうフラッシュキングからグレート5からもうライブロボからずらーっとあるんですけど、まあ、左右非対称ってどっからだろう。グレート5かな、まあ、まあ腕が違うのもね、左右非対称になるんですけど、基本的にはね、あのボディは全部同じなんですよね。まあこの隠れ大将軍も違うか。でも左右ね、ボディから左右違うってなんだ、暴れ王も腕だもんね。となると結構ぶっ飛んだデザインかなっていうね左右非対称、ん、はい、ゴーバスター王か、はい、あ、ボディが、でもボディってこれ肩になるんだもんね、恐竜人。特急王か、まあ、左右非対称はいろいろあるんだけどね、ボディからガラッと違うのは、はい、全開王が初めてかな。いや、でもね、このポスターね、すごくなんか、厚紙、ちょっと厚めの紙なんだよね。すごいいい紙でね、ラミネートして貼るのか、それともこのまま取っとくのか、このままの状態ではね、ちょっと貼りたくないなっていうのがあります。はい、そんなわけでね、ちょっと中チェックしていきましょうか。はい、インナーがこちらです。で、取説なんですけれども、非常に簡単な記載のやつが1枚。はい。まあ、詳しくはウェブ取説を見てくれという、まあ、例のパターンなんですけれども、さあ、中を見ていきましょう。はい。はい。まあ、パーツがね、分割されて入ってます。まあ、ここから組んでいくんですけれども、まあ、これはもう、現時点では、組むのは乗ってるんだ。ただ合体の仕方、変形の仕方っていうのはありません。なのでね、ちょっとやってみたいと思います。はい、まずこのパーツを合体。続いて反対側。続いてガオンの腕。はい、このようになったんですけども、ちょっと変形のね、させ方が書いてないので、運びながらいろいろね、いじってみたいと思います。はい、まずはね、右半身のガオンライオンの方から行きたいと思うんですけども、まあ、取説がなくて写真見ただけでの変形ですので、あのミスがあったらすみません。で、こう縮めて、これを閉じると顔になるんだよね。はい。で、後ろ。ここがね、ちょっと迷ったんだけど、はい。この状態にして、回転。はい。で、広げる。まあ、これでいいみたいね。で、前足。で、この上には、この爪。これをセット。はい。
はい、そして左半身のティラノなんですけども、口を閉じて、で、ロボの足、これを畳んで、下顎。ちょっとね、絶縁シートはまだこのままにしておきます。で、下顎を閉じて、で、後ろ足。で、ここの黒いところから、ガバッと変形をさせて、で、ここですよね。ここにね、溝があるんですけども、ここは、このパーツ。シールドを半分に折りたたんで、はい、この形状。で、ここですね。スライドさせて取り付け。はい。で、さらにね、ここ、二つのね、溝があるんですけれども、この剣。これを取り付け。はい、そして頭部。これをこのように変形させて、今度は足ね。足はこの斜めにした状態、これですよね。で、開く。これで完成。はい、これでガオンライオンとジュランティラノが完成したんですけど、これ何モードっていうんですかね。で、一応人型からこのモードになるときは機械変形っていう呼び名らしいんですけども、このモードになります。ただこれね、ちょっと、なんだろうね。この上半身をね、真っ平らにしようとするとちょっと倒れちゃうっていうのと、これがね、ガチッと止まんないんだよね。うん。押し込んでもね、グッていかない。で、ちょっとね、足に当たっちゃうので、まあ、ちょっと斜め、こうやって上に向くかなといった感じです。下に下げようとすると、取れる。ただまあ、ここもちょっとね、ウェブトルセットとかないので、うん、なんか補足があったらね、また後日何かのついでで動画にしようかなと思います。これね、顔がすごい可愛い。で、上顎が開く。で、サウンドギミックいきましょうか。これを展開して絶縁シートを抜きます。これで開いてなるのかな。楽しげな音楽が鳴るけど、これはずっと鳴りっぱなしなのかな、それとも合体の時の待機音とかになるのかな。うん、閉じると止まって開くと全開の掛け声とともにこの音楽が鳴る。そしてこっちのね、ライオンの方。ライオンの方にはサウンドギミックがなし。はい。このようになってます。はい、続いてはね、全開がオンにしていきたいと思います。この爪を取り外して、前足。畳んで、足。そう、このモードからの変形っていうのはもうすぐ終わりますね。で、頭。で、頭は引っ張って、出す。で、角。で、ちなみにね、頭なんですけども、ここにね、黄色ボタンがあるんですが、黄色ボタンを押すことによって、少し浮きます。これによってね、引っ張りやすくなります。はい。で、あとは、爪。爪を左腕に装着。これで、ガオンの完成。お次はジュランティラノから全開ジュランへ、尻尾とこのお腹の部分のパーツを取り外して足、はい、で腕を下ろす。で、頭部回転させて兜を上げる。で、シールドパーツを展開、左腕にセット。
で右手に剣を持たせれば全開受乱なんですけども、まあ、持ち手がこっちが大きい方でこっちが小さい方なので小さい方に持たせる。このねミニロボがね地味に可愛くて好きだったりします。でちなみにね、まあ、あの本家のデザインの元となった、まあ、ガオキング、そして大獣神、まあ、魂版ですけど並べてみると、まあ、こういったイメージになります。やっぱりね顔がね似てますよね。大獣神に対して全怪獣乱、ガオキングに対して全怪ガオン、はい、それでは機械変形からの全開合体いきたいと思います。はい、ガオンライオンからいきたいと思いますけども、この爪がねどこに行くのかわかんないんですけど、まあ、とりあえずちょっとロボにしてみたいと思います。で、後ろの足を閉じる、で伸ばして上、はい、で前足で、この状態でこれが後ろに向けるのか、で開いて、でロボの足出す、で腕、これで合体準備。続いてはジュランティラの、尻尾とこのお腹のシールドパーツを取り外して、で足を閉じる、で上に向ける、前に頭部だ、で腕の処理なんだけどこれでいいみたいね。でこの部分は前にして、で下顎展開、はい、前回王ジュラガオン完成したんですけども、まあ、これ最初ね合体させた時に女性ボイスはねならなかったんですよ。で、あの合体させてすぐ頭部をガシャって開いてたんで、で頭部を開かないでくっつけた状態だと、まあ、女性ボイスで前回王ってなるんですよね。でそこから待機音2段階目が鳴って開いて完成っていう形でね、ちょっとね取り直しました。でサイドで後ろで、後ろの爪なんですけれども多分ここじゃないかなという位置です。で一旦ね外してみると、そう取り付け口、まあ、1、2、3、まあ、3つあるんですけれども、まあ、ここ使うことによって、まあ、ちょうどね真ん中ぐらいにマウントができるかなといったところです。はい、ちなみにねこの爪なんですけれども左腕、はい、装着可能で、右腕にも装着可能です。全怪獣乱、まあ、この頭部はひっくり返しておいた方がいいのかな。はい、で可動域なんですけれども、まあ、ちょうどねこの胸のパーツがあるので腕はねここまで、で反対側に関してはここまで、うん、意外と上がる。はい、で変形のねヒンジがあるので膝はちょっと動く、でもロックはここでする、ちょっと可愛いねこれで反対側、うん、こういう感じになりますね。はい、うん、意外とねこれ慣れてくると面白い。ただあのウェブ取説だけじゃなくてね紙の取説も入れてほしかったなっていうのがあります。うん、ただこうしてこうやるのかなっていうね、なんか試行錯誤しながら遊んでるっていうのも結構ねそれはそれで楽しいです。でこの状態で閉じて、これボイスが2種類か。
連続すると何かあるとかないのかな。なさそうですね。はい。さあ、腕が取れる。まあこれはあの分離した状態で箱に入ってたんですけれども、まあこの腕もはいジョイントになっているので取れます。で反対側も取れる。まあ今後にね何かあるのかなっていう、こういうのはねワクワクしますよね。でさらにね、まあ現時点では使わないところ、これね、ここの足のところ、はい、このジョイントが現時点では使わない。なのでなんか武装が来るのかなとか、もしくはまあ足にくっつけてまあキックするのかなとか、ちょうどこれつくのかな。あ、いやつくけど違うな。スネップラつく。で年間通しての顔なんですけれども、今年は青い目でまあ顎ひげっぽい、まあ恐竜人みたいなイメージなのかな。でこの額のデザインがこれまたかっこいいんだけど、これなんかライオンっぽくは見えないんだよね。こっちはなんか恐竜横向いてるようには見えるんだけど、まあ、これもやっぱりロボ形態でも大獣人を意識してるんでしょうかね。でねここもねちょっと個人的に好きなポイントなんですけど、この分割、そうこれがねすごい好き。ちょっと今くっつけると音鳴っちゃうんで、まあ、くっつけないんですけども、このね分割っていうのがね面白いなっていうのと、上顎で隠れる。はい、そして終わってほしくないんだけど、間もなく終わってしまうキラメージャーの、キラメージンと並べるとこういったイメージです。まあガングだとね、かなり身長差がありますよね。まあ映画とかでね、まあ共闘してほしいなっていうのはあります。いや、ほんとキラメージャー終わっちゃうのかっていうのが、1年早い。はい、そして次はこちらのね、全海王なんですけれども、はい。まあ左右分離とね、まあ3モード変形、あ、2モードか。2モードでさらにこちらのロボっていうね、まあギミックなんですけれども、まあさらにね別のロボと、これですね、ポスターであるこれか。はい。前回をブルマジンか。これとね、また左右別々に合体するっていうので、実際ロボが2体劇中で同時に出てくるのかな、まあこういった姿の。うん、そういった活躍も楽しみだしね、このギミック自体も、だんだん慣れてきたらね、面白い。ただね、ちょっとウェブ取説とか、まあ、もっとね、詳しく情報、うん、得た上でね、いろいろいじったり遊んだりしてみようかなっていうのがあります。で、まあ、ちょっとここさっき映し忘れたんだけど、はい。まあ、この足の裏って何かとね、気になるところだけど、今年は特に何もなさそうです。ただね、これ、足を閉じるとくっつくのかなっていう気はするんだけど、どうなんだろうね、ここ。一応、ピタッとはならないね。はい。あとこれね、はい、この部分、スイッチが3つあるんですけども、まあ、先にちょっとね音声だけの動画はここ使った動画はね出してます。はい、気になる方はねぜひチェックをっていうので、あのネタバレもちょっと含まれるんで、そこら辺ははいご注意ください。はい、そんなわけでね今回の動画は以上となります。最後までお付き合い誠にありがとうございます。ちなみにシールドもこの腕のね側面に取り付けることは可能です。はい、ちょっとねついでに並べてみようか。大獣人、そしてガオキング、すごい絵になるね。はい、そんなわけでご視聴ありがとうございました。トヘッピーでした。